ヘローユーチ、どうも、東京鉄道の翔吾です。お願いいたします。ということでね、今日はドッキリ仕掛けようかなと思いまして、名付けてタケルのツッコミワードの頭文字を取って東京ホテイソンになるかどうかドッキリです。これはですね、まあそのまんまです。頭文字を取って東京ホテイソンになるかどうかっていうね。で、一応もうボケも考えてます。まあちなみに企画は東京ホテイソンの結婚観を語ろうっていうシンプル企画で、まあそこはね、疑わないと思うんですよ。バカですから。やりたいって言い出すと思うんですよね。そこで私がボケます、果敢に。まず、と、結婚って言ったらやっぱあれですよね。ご飯にする、それともお風呂にする、それとも私っていうのを言い間違えて木綿にする、それとも絹にするって言います。で、タブ君タケルは豆腐の話してねえよって言うと思います。よしなさいっていうのを言うと思います。で、2つ目ウですね。まあ俺ペット飼ってるからな、結婚難しいかもな、ちっちゃいイノシシ飼っててウリ坊かい、ウですね、言うと思います。で、3つ目、プロポーズの髪型大事ですよねって言って、黒髪でこれぐらい伸ばしていこうかなって言うんで、おい今日から俺はか、これはね、多分言うと思うんですよ。で、一応、おいとか、おい待て待て待てとか、その最初のツッコミに入るまでの説答語はもう抜きにして、ワードが始まってからです。で、うですね。じゃあちょっと女の子やってよ、俺男するからみたいなコントに入った時に、俺が全く動きません。に対して、動け！これはシンプルに、動け！って言うと思います。シンプルに。で、次、ほですね。ホテイソンのほ。俺が男子で、タケルが女性やらして、お前なんか、ほくろ？ほくろが長いなぁみたいなボケします。それに対してタケルは多分ですけど、ほくろロンゲストウーマンかと言うと思います、多分タケルだったら。で、次、ホテイソンの手、初夜が大事ですよねってことで、初夜の練習しとこうか、じゃあ手出してって、こうします。で、えっって言います。おい、手の甲セックスすな、手ですね、言うと思います。で、次、いは私が女性やるんで、ナマステとか、ガンディガンディって言って、鼻を長いって指をさして、ハッハッハッって笑って、木の上に飛び乗ります。で、インド天狗か。言うと思います。で、そうですね。友達やるからって言って結婚式で。で、声高いんですよ。友達が2人とも。で、ソプラノフレンズか。言うと思います。で、うんですね。最後、うわ、もう俺無茶苦茶します。うわーとかやった後に、竹浦は多分で、ツッコミワード出ないっていうツッコミをする。これで東京ホテイソンの完成ですね。多分いけると思います。もうすぐタケル来るんで、本編お楽しみに。あしあし、イージー。さあ、始まりました東京ホテイソンのオフィシャルチャンネル。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回は、今回はですね、東京ホテイソンの結婚観について語ろうということでございまして、メールが来てまして、あ、なるほどね、はい、七七さんから、はい、東京ホテイソンさんの結婚観をちょっと教えてほしいですということでございます。これ、それ企画にする必要ある？あります。別にあのドタバタラジオで話せばよくない？いや、ドタバタラジオで結婚観の話どうすんだよ。いや、別に一本の動画で出す必要なくない？別に。やらせてください。もう結婚ってどうですか？タケルさんは結婚についてどう考えてますか？いや、別にそれは普通に。何歳ぐらいでした？いや、来る時が来れば結婚するってぐらい。何歳ぐらいで結婚したいの？いや、そんな別に何歳でもいいよ。結婚したらどう思う？そのやっぱあのベタにさ、奥さんが待ってるわけじゃん、家で。うん。あの例のセリフ言ってくれるわけじゃん。味噌汁にする？ん？なんだ味噌汁にするあのセリフ。ご飯にするってこと？え、違う違う、あれだよ。お風呂にする？それ違う違う、これだよこれだよ。木綿にする？それとも絹にする？なんで豆腐なんだよ。なんで全部豆腐だけなんだよ。え、違うっけ？違うよ。なんだっけ？ご飯にする？うん、お風呂にする、うん？それとも私じゃん。あ、そうかそうかそうか。そう。あ、それか。そうだよ。あ、そうかそうか。俺なんかはさ、結婚ちょっと難しいなってところがあるんだよね。何が？正直ちょっと。どういうこと？ペット飼ってるんだよね。はい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 、はい、あのちっちゃいイノシシ飼ってんだよ。ウリボー飼ってないじゃん別に。え、ウリボー飼ってないでしょ。飼ってなかったっけ。犬じゃん。どうなんだろうね、結婚プロポーズするときとかやっぱりしっかりやったほうがいいよな。いや、プロポーズはしっかりやったほうがいい。みんなやっぱスーツか。ああ、いや、スーツなのかな。いや、スーツでしょそら。あ、それか。俺は一応目指してる、あのこういう風な格好でプロポーズしようかなと思ってなかった。ああ、学ランで黒髪にして、これぐらいまで髪伸ばそうかな。いや、今日から俺はじゃねえか。え、髪こんなツンツンにして学ランは。え、どんなのがいいの。い
いや普通にスーツでビシッと七三分けでお願いします、うん、あそっか、ちょ一回ちょっとじゃあ練習したいわ。おう、女性やってくんない？分かった、うんうん、今日呼び出されたけど何？今日呼び出されたけど何？今日呼び出されたけど何？お地蔵さんか。何も喋らず。おい、え、俺聞いてんだから答えろ。あ、そっかそっか。地蔵と化すなよ。あ、そっか、そういうやつか。そういうやつだって。あ、そっかそっか。いやでも難しいね。なんかやってんな。いや、やってないやってない。結婚について語ろう。おう、え、ちょっと待って、もう一回やらせてくんね。プロポーズ、プロポーズ女性今度こそ入るから。呼び出されたけど何？いや、みちこ、うん、ちょっと待ってくれ。お前これシミか、あれこれそばかす、いや、いや違うか。え、黒いやつがお前、黒いやつがお前、ここまで来てるぞお前。おい、頬ひげの話してる。ん、何、頬ひげの話してる。ん、え、頬ひげの話してた。頬ひげの話してる。あれしてたかな話。そしたらやっぱ初夜か。うん、初夜って緊張するな。やっぱり結婚してから初めて夜を迎えるわけじゃん。そうだね。ちょっとやってみようか。温度セックスするのここで。え、ちょっと一回やってみようか。じゃあ、いちこ、初夜だね。そうね。うん、じゃあ手出して。はい。いや、上向いて、上向いて。はい。ありがとう。手チンポじゃねえか。ここでセックスしたら。こんなんじゃなかったっけ。こんなんじゃないって。あれ違うって。違うって。はえ、で、じゃあ俺が女性やるわ。男子やってくれ。うん、頼むわ。ナマステヘイヘイ、ナマステナマステ、タージマハールガンディヘイ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 、鼻がここまである、ヘイ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 、ハッハッハ、木の上に飛び乗ろう、さっ。ピノキオインディアンじゃねえか。鼻ここまであってナマステ、ピノキオインディアン。それはちょっと待って、どういうこと。何あれ違うか。違うって。でも結婚式じゃない、やっぱり大事なのは。うん、結婚式でやっぱりさ、友人の、だ、結婚式でそれこそ、友人がさ、出し物するじゃん。あれちょっとやってみていいか。うん、どんな感じなのかな。うん、もう普通にテントウムシのサンバとかだね。私たちもですね、今日新婦のみちこさんの友達です。私も新婦のみちこさんの友達です。うん、よし、じゃあ私たちは今からテントウムシのサンバを二人で歌います。あなたと私が夢の国。おい、お前勤め先ナイキ養成支部じゃねえか。勤め先が、え、なんで、同僚が養成みたいなやつらだから。勤め先がナイキの養成支部のところだって。なんで神父ナイキ、なんで神父の職場ナイキじゃねえ。ないや、それはもう一個奥行こうと思って。なんでナイキの養成支部じゃないか。なんで神父ナイキなんだよ。いや、養成支部、ナイキの養成支部。こんなんじゃなかったよ、友達って。こんなんじゃないって。え、どう、何。あ、もう一回、もう一回、じゃあ、結婚式の、新婦のさ、花嫁の手紙、あれ泣けるよな。あれ泣けると思うよ。でしょ、伝えてみていい。うん、新婦のみちこさんですって言って。はい、新婦のみちこさんでーす。ふへへ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 へ。モンスターじゃねえか。シンプルにモンスターじゃねえか。何よ。はい、ここまで。さあ白目、さあ白目。は、東京ホテイソンになったか。答えをお願いします。東京をホテピツモ。あー、残念、ドッキリ失敗だ。意味がわからない。マジで。惜しかったね。うわぁ。東京までは。東京まであってたんだ。お。おか。まあそこも政府にしよう。東京王って言うしな。東京王って言うしな。ホテピツモ。ホテピツモか。いや、意味がわからない。いや、なんかやってるなとはもう思ってたよ、途中から。あ、そう？チラチラ携帯見るし。どういうの気になるかというと、今から私がボケますんで、ボケて、タケルが突っ込むじゃんか、うん、その突っ込んだ頭文字で東京ホテイソンになるかどうかっていうドッキリだったの。俺なんて突っ込んだ。私、木綿にする、金にする、豆腐の話してんのかって言ったの。合ってんのよ。すげえ合ってんのよ。
で、ちっちゃいイノシシ飼ってるからさ、つって、ウリ坊の話、ウリ坊飼ってんのかって言ったの、正解なの。で、髪型こんなやつ、今日から俺はか、もうぴったり。で、コントに入ったのに、俺が動かない。で、動けって言うと思ったら、シンプルに。動けって。そしたら、お地蔵さんかって言ったの。あ、言った。だから、東京おなの。で、ほは、ほくろが長いボケして、ほくろロンゲストウーマンかって言ってほしかったの。いや、俺、なんて言った俺。ほほげ。奇跡的に本当だ。俺がもしここにやってたら危なかったの。ちょうどタケルのほくろがある位置にやったからいいのか、ね、いい確かに。で、次初夜だっつって俺がこうして、おい手の甲セックスするなって言うと思ったら、手チンポだからあれあってたの。危ここ行けたと思ったんだよ。で、次よ、俺が女性やるっつって、ナマステナマステ、タージマハル、ガンディ、これは正解のつくめなんだったの。インド天狗かって言ってたね。はいはいはい、あって木の上に乗るっていうね。あなたはピノキオインディアン。いや、ちょっと上にやってね。いやいや、それはだってそうなるよ。それで次が、友達が私たちはって言ったじゃん、ソプラノフレンズかって言ってたの。あなたはね、勤め先ナイキ養成シーか。巣を取るってこと。そうで、最後が、俺がめちゃくちゃ、こんなんやった後に、って言うと思ったのよ。で、東京ホテイソン、の。言うかだったのよ。そしたら、何つったんだっけ。いや、もう普通。あ、モンスターか。東京ホテピツモか。いやー、最終だったんだけどね。いや、ちょっと、うわー、マジか。いやー、惜しかった。まあでも、奇跡が2回起きたし、いい結果だったんじゃないでしょうか。奇跡起きてたね、びっくりした、びっくりした。以上、東京ホテイソンたけるのツッコミワードの頭文字を取って東京ホテイソンになるかドッキリでした。よいしょ、よいしょ。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート。